さんいつもご視聴ありがとうございます。今週も全日本プロレスの珠玉の名勝負をお届けしてまいります。今週の試合のご紹介する前に、今回はですね、全日本プロレスバトルライブラリーがなんと52回を迎えました。この企画はですね、週1で行っておりますので、なんと、今回で丸1年を迎えたということになります。今回ご紹介する試合は2005年2月16日に行われた三冠ヘビー級選手権、王者川原俊明対挑戦者小島聡の一戦です。はい、皆さんからですね、この試合に関して非常にこれまでリクエストをいただいておりましたが、この試合だけはどうしても今回やりたかった、この丸1年というタイミングでどうしてもやりたかったんですね。それだけ僕の中でもこの試合がもう全日本プロレスでもうおそらく一番好きな試合と言っても過言ではないわけです。長いことプロレス見てると、どっかでその新しい世代の台頭っていうのが見えてくる、そんな日があるはずです。この時の全日本プロレスでも川田超えという言葉がございました。先週もご紹介しましたが、川原俊明選手が佐々木健介選手を下し、当時の歴代最多防衛記録10回を達成いたしました。そして改めて挑戦を表明しに来た小島聡のマイクアピールにも触れず、健介選手とのお前タッグを組むぞというようなアピールをし、もうひたすら小島聡という存在自体を無視し続けました。対する小島聡選手、 NWO ジャパンやチーム2000で活躍し、天候地というベストタッグを離れ離れにしてまで武藤敬司選手の呼びかけに応え、2002年に全日本プロレスに移籍いたしました。そしていきなり翌年の2003年チャンピオンカーニバルに優勝いたしました。いきなりこの結果を残したわけですね。その3ヶ月後、時の三冠ヘビー級チャンピオンだった橋本真也選手には敗北してしまいました。しかしですね、この年このチャンピオンカーニバル、そして世界最強タッグ決定リーグ戦、さらに01の火祭りにも優勝するということで、小島聡選手にとって飛躍の1年だったと言っても過言ではないわけです。そして2004年、ノアのリングにですね、単身乗り込み、三沢光晴選手に対戦を直訴いたしました。これをですね、受諾した三沢光晴選手が久しぶりに全日本プロレスのリングに帰ってくるということで、当時非常に盛り上がったことを覚えております。2004年4月18日、三沢光晴選手とシングルマッチを行いますが、こちらに敗北してしまいました。さらに言うとですね、三沢光晴選手というとやはりエメラルドフロージョンが決め技だったかと思いますが、それすらも引き出せずタイガードライバー91で敗れると。ここで小島聡選手がバックステージでですね、試合のことは覚えてないけど体は感動しているということを、発言いたしました。これに噛みついたのが川原俊明選手です。負けて感動したとは何事だという、発言がですね、この後の煽り V にもございますが、実はこの煽り V の後のコメント、同じ会見でですね、負けてもいい試合をすればいいじゃないかというような選手ではもうないだろうという発言もございました。これはですね、捉え方次第ですが、全日本プロレスに来てもう約3年、お前もそろそろ全日本プロレスの柱として自覚をすべきなんじゃないかということを暗に言っているような捉え方もできるんじゃないでしょうか。まあしかしですね、この時の川原俊明選手は小島選手のことを散々こき下ろしました。言っちゃうぞバカ野郎っていうアピールもですね、あんなことやってるから勝てないとか、もうそういう難癖もつけるほどめっためたにこき下ろしてました。そんな発言に怒った小島聡選手が8月22日武藤選手川原俊明選手のタッグマッチに試合後乱入し、2人に宣戦布告を行いました。その発言をもって翌日ですね、時の三冠ヘビー級チャンピオンであった川原俊明選手とノンタイトルながらシングルマッチを行いました。これはですね、川原俊明選手が今の小島聡には三冠をかけてやる必要はないという発言を受けてのノンタイトルマッチだと。しかし前日の威勢むなしく川原俊明に敗北を喫してしまいました。そしてさらにこの翌月ですね、武藤敬司のシングルマッチで敗北してしまうということで、この2003年に比べてこの2004年どん底に落ちていくわけですね。そしてそれを見かねた会社が小島聡選手に敗者復活7番勝負を提示いたしました。こちらは以前ご紹介させてもらいましたが、第7戦で大型外国人ジャマール選手を下し前線勝利という形でこの7番勝負を終えました。そしてその勢いをもって12月5日、この川原俊明対天山広義という試合後にですね、挑戦を表明すべくリングサイドにいたわけですけども、しかしここでも川原俊明に無視を決め込まれるということで、もう眼中にないという扱いまで受けたわけです。その後ですね、川原俊明選手が佐々木健介選手を下し、ようやく小島聡選手に挑戦する機会が巡ってまいりました。この2人というとですね、以前もご紹介はしてますけども、01の対抗戦で組んだりとかっていうことがあるぐらいなので、川原俊明も小島聡っていう選手のことはある程度の信頼評価をしていたと思うんです。しかしこの三冠ヘビーというタイトルがかかるということ、それがどれほどの重いことなのかと自覚してもらいたいと。小島聡を育てる意味でここまでの冷遇をしたんじゃないかと。全日本プロレスの顔、当時前人未到の10度の三冠ヘビー級歴代最多防衛記録を樹立したカーラ俊明、そんな絶対王者に対して小島聡選手が人生をかけた大一番に臨みます。これぞプロレスという一戦だと思います。ぜひお楽しみにご覧ください。メインイベント三冠ヘビー級選手権試合、最強王者川田俊明、チャレンジャー小島聡、その三冠ヘビー級選手権試合をこれから行いますが、さあちょっと場内、おっと天山広義です。現 IWGP ヘビー級チャンピオン、新日本プロレスの天山広義です。今日のこの三冠戦の勝者、2月22日、2月20日新日本両国大会でその IWGP と三冠ヘビー級ベルトのダブルタイトルマッチが行われます。やはり気になるのでしょう。天山広義、姿を現しました。そして今リングサイドにどっかと腰を下ろします。ベルトを持っています。さあ天山の見守る中、いよいよメインイベント三冠ヘビー級選手権試合、チャンピオン川田対チャレンジャー小島聡の一戦です。去年7月、プロレスラーとしてより上のレベルを目指すためノア三沢光晴と対戦した小島聡。全力でぶつかり三沢をあと一歩のところまで追い詰めた小島だったが、力及ばず敗北を喫した。体はすごく感動してる。勝って感動だろ普通。情けないよね。小島の発言に異論を唱えた三冠ヘビー級王者川田俊明。価値観の違う川田相手に勝利という結果を出そうとする小島。しかし残念ながら敗北。俺は一つも感動しなかった。武藤敬司にも敗れ、プロレス界のビッグ3超えを果たせなかった小島は敗者復活戦に挑戦。6連勝で迎えた最終戦、最強外国人ジャマールの猛攻に何度も大ピンチに陥った小島。しかし最後の最後に必殺のラリアットが炸裂。スリーカウントを奪い最高の勝利を手に入れた。敗者復活戦を全勝で終え、見事に完全復活を果たした小島。その視線の先には三冠ヘビー級ベルト。12.5 両国大会王者川田は挑戦者天山広義を退け9度目の防衛に成功。リングサイドには試合を見つめる小島と佐々木健介の姿が。試合後川田は小島には目もくれずまっすぐ健介のもとへ。この結果三冠次期挑戦者は健介に決定。小島は屈辱を受けた。そして迎えた 1.16 大阪三冠戦。この試合の勝者への挑戦が決定している小島が見守る中、王者川田が健介に勝利。三冠史上最高となる10度目の防衛を果たした川田。ついに小島と最高の王者川田との決戦の時が来た。全日本プロレス来て3年間やってきたことや、プロレス界入って、15年目に入りましたので、そういうものすべてぶつけたいなと思ってますので、精一杯ね、お互い力を出して、ね、勝って、自分も感動したいし、みんなも、見てくれた人たちも感動できるような、そんな試合がしたいです、はい、応援するしかないと思ってます、はい、三冠ヘビー級選手権試合、川田俊明 VS 小島聡。三冠ヘビー級選手権試合、まずは青コーナーよりチャレンジャー小島聡入場。戦う者として思うこと、それは王者になること。戦場に立ち勝負に敗れ、何度悔し涙を流したのか。夕日を見つめ心に思ったこと、それは王者になること。何度も与えられた大きな屈辱。しかし沈んでゆく夕日はこの戦士の心に戦いの炎を点火した。今こそ己の心にに宿った紅蓮の炎で目の前の敵をなぎ倒し、栄光をつかみ取れ、ローマの継承、この男小島聡。赤のチャンピオン川田利明入場。険しく、いつ何が起こるのか全くわからない。信ずる者、頼れる者は自分だけ。今日も行く手に立ちはだかる者は山よりも高くそびえ立つ強豪強敵な戦士たち。俺は強いんだ、俺は王者なんだ、己に大きな自信を持ち、今目の前の敵を打ち破るべく、俺だけの道、王者の道、まさに俺だけの道路を歩いて戦場へとやってくる。第32代3回ヘビー級王者川田利明。試合前に週刊文庫編集長吉川義治様より選手権試合宣言でございます。それではこれより選手権試合宣言です。この試合は PWF が認定するインターナショナルヘビー級、 PWF ヘビー級並びに UN ヘビー級の3冠選手権試合であることをここに宣言する。2005年2月16日太平洋沿岸レスリング同盟会長スタン・ハンセン。続きましてチャンピオン川田利明よりチャンピオンベルトの返還です。3冠連続防衛新記録11がかかっている第32代王者川田利明。そのベルト再び腰に負けるか、そのベルト奪取するのか。さあ小島か、そして川田利明か。いよいよ3冠ヘビー級選手権試合、木原リングアナウンサーからコールです。3冠ヘビー級選手権試合60分一本勝負を行います。青コーナーチャレンジャー250パウンド小島聡。心に燃える紅蓮の炎、小島聡。赤コーナー3冠ヘビー級チャンピオン240パウンド川田利明。三冠王者はこの男川田利明。和田恭平。いよいよ東京国立代々木競技場第2体育館、三冠ヘビー級選手権試合は60分一本勝負、チャンピオン川田利明対チャレンジャー小島聡、両選手の戦いを迎えます。レフリーは和田恭平、メインレフリーがさばきます。さあいよいよ決戦のゴングがこの山の手代々木の町に鳴り響きます。スタートしました。三冠ヘビー級選手権試合60分一本勝負。さあファーストコンタクトはどうなるのか。小島聡、川田利明、じっとにあります両選手の戦いであります。小島は語りました。川田が王者でいてよかったよ、三冠王といえば川田、俺がその概念を覆してやるよ、そう語りました小島聡であります。今年の2月で全日本プロレスへ移籍し丸3年、最強タッグ、チャンピオンカーニバル、アジアタッグ、世界タッグは手にしたものの、三冠奪取の夢は未だ現実のものとならず、小島聡であります。小島はここまで頑張ってきたが、他のタイトルを取ってもやはりその団体の最高峰のベルトを取らなければいけない。全日本に入った以上、自分自身それが最大の目標なんだ。川田利明を破ってそれを手にしたら誰もが俺の強さを認める、俺が絶対に勝つんだと語りました小島聡であります。第33代新王者誕生シーンが今日この代々木の町で見られるか。対する川田利明、3冠連続防衛新記録 V11 がかかっている一戦であります。2003年9月、大谷晋二郎との王座決定戦でタイトルを手にしてから、ドン・フライ、天竜源一郎、橋本真也、ニック・フォーリー、ジャマール、大森隆夫、西村治、太陽ケア、天山博義、佐々木健介を撃破してまいりました。果たして今夜、大偉業を達成なるかどうか。川田利明は第12代、18代、21代、28代、32代と5度三冠王者となっております。さあ川田利明、やはり三冠戦だけに試合の流れが様々に変わってくる、まさに十変万化の様相を呈するんでありましょうか。三冠ヘビー級選手権は60分一本勝負であります。大佐野さん、やっとここまで小島聡がたどり着けましたが、あともう目の前にあるハードル一つ超えればいいんですけれどもね。そうですね、もう本当に3度目の挑戦ですよね。で、過去の戦いね、一番最初天龍さんですよね。次、橋本真也というふうに来て、天龍さんに挑戦した頃はまだ移籍したばっかなんでね、どうしてもなんか新日本対全日本みたいな見方で。橋本の時はね、それこそ0-1という敵だったんでね、全日本代表してって言ったんですが、なんとなく元新日本同士みたいなね。で、今回も三冠の象徴のカードだからこそね、全日本の小島として取りたいと、そういう意味では佐々木健介チャンピオンより小島がカードの方が良かったという気持ちは分かりますよね。なるほど。健介だと今フリーですけど、やはりなんか新日本同士みたいなイメージがね、どうしても出ちゃいますからね。今日から4日後、新日本プロレス 2.20 両国大会では IWGP 王者天山広義と三冠王者によるダブル王座戦、これはプロレス史上初であります。さあ、小島は語りました。三冠は IWGP への挑戦者決定戦じゃねえ、それにやる前から先のことなんか考えられるか、三冠ダッシュはそんなに甘いもんじゃないんだと、そう語っておりました金沢さん。さあ、その辺りはね、どうしても我々今日は天山もリングサイドずっとこう試合を伺ってますけれども、そこに触れてしまいますがね。そうですね、やはりそういうふうに目はいってしまいますね。ましてやね、この天山という選手ね、この川田とも小島とも本当に因縁深いですからね。しかしね、僕は小島、僕はレスラーの賞味期限というのはキャリアだと思わないんですよね。その旬を逃すかどうか、旬を捕まえるか逃すか、その2つだと思うんですよ。僕は小島にとって今が旬である。もしこれを逃した時、もう二度と小島にはチャンスが来ないような、僕はそれぐらいのものを感じてますよね。金沢さんと私、ちょうど今日練習中の小島をね、捉えることできましたけれども、その時に金沢さんは、今日もう勝てなかったらだめだよっていうね、そんなコメントを発してましたけれどもね。それで小島選手ね、上の空みたいな顔してましたけども、おそらく彼の頭の中はもう本当にね、今日の試合一つに集中したんだと思いますよね。冗談が出ないぐらいにやっぱり集中してるんだと思いますよね。誰よりも小島が今が自分の賞味期限最高潮であるということを分かってると思います。その小島聡、大佐野さん、エキサイトシリーズ開幕戦ではですね、6人タッグではありますけれども、石狩、荒谷、川田軍対雷神、本間、小島戦とありましたけれども、全く両者手を合わせなかった。しかし、博多大会2月13日行われましたけれども、その時はですね、荒谷に開幕戦に待った技、変形片固めをこの小島の川田に見せましたよね。そうですね、別名川田殺しというようなね、形でやりましたけども、ただもう本当にね、ここまでちょっと技じゃないですよね。どういう技を持ってるからっていうのでは川田にはやっぱり通用しないですよ。彼はね、やっぱ俺だけの王道というふうに言ってますけども、本当にこれまでに10回の防衛戦ね、今までにないタイプの人間と戦い、またハッスルという新しい舞台にも違った面でいくという、本当に自分で開拓してきましたよね。何も路線は川田はやっぱり用意されないで切り開いてきたという自信があるわけですよ。だからその川田を打ち砕くためにはね、やっぱり小島相当なね、自覚を持っていかないとね、逆に飲み込まれちゃいますよね。金沢さん、小島はね、今日今までは怒りというものが強かったんだが、今日は冷静さ、そしていける部分が出たらどんどんいきますよというコメントがね、あったんですけども。そうですね、僕もね、それ小島のコメントもそうですし、大沢さん言ったようにね、僕もテクニックとかね、そういう問題じゃないと思います。小島は若い頃ですね、気迫だけじゃないかと、彼には何もないじゃないか、技がないじゃないか、スタミナってないんじゃないかみたいな、ものすごくね、周りから揶揄されたことがあるんですよ。その時に師匠の長谷博氏が、気迫以外に必要なものなんて何もないんだと、レスラーに、小島、お前、そんなことを気にするなっていう、そういう教えがあったんですよね。僕もね、その小島選手、気合、気迫、僕はもうそれだけでいいと思います。さあ、そのあたり、今金沢さんのおっしゃったようなこと、小島聡、そのものをこのリング上で出せるかどうか。さあ、力比べになりました川田俊明。川田俊明は2005新春シャイニングシリーズ最終戦大阪府立体育会館では、佐々木健介の挑戦を受けました。23分27秒、デンジャラスキック一発で川田は佐々木健介を退けました。さあ、そしていよいよ今日この小島聡とぶつかっているわけであります。小島聡、さあこの2005年2月を迎え、全日本プロレスで移籍し丸3年が経ちました。その中で数々の激闘を展開してまいりましたこの小島聡、いよいよ小島聡今日が集大成か、自ら結論を出す日でもあります。この国立代々木競技場第2体育館のリング上であります。長野さん、小島、そして川田、この対戦する前にはいろいろなねことがありましたけれども、しかしこうやってぶつかって小島聡、もう思う存分力を発揮してほしいですね。そうですね。で、本当にね、小島のターニングポイントになると思うんです、今日の試合は。一方の川田も実はターニングポイントであってね、馬場さんの7回忌が終わった後に、川田は7回忌終わるまで自分が3冠チャンピオンであってよかったと、責任を一つ果たしたと、で今までやっぱり全日本プロレス、馬場さんの名前に甘えてたんでね、これからはそれなしで頑張っていかなきゃいけないんだと言ってましたから、それの今日がスタートなわけですよ。ここで三冠という看板をなくした場合に川田がどうなっていくのかというのもありますしね、ここは川田も手放したくないですよね。そうですよね。なんとか死守できるんでしょうか、川田俊明。ここは2位を見舞ってまいりますか、川田俊明。さあ、しかしここストンピングを見舞っておいて、そして後方を下がりました川田俊明。小島聡はサードロープでもってダウンしています。立ち上がることができるか、川田俊明がじっと見やります小島聡であります。さあ、小島聡、その小島聡の胸板に蹴り技を見舞ってまいります。左から蹴り技見舞ってくる川田俊明、赤コーナーに背をつけております小島聡であります。蹴り見舞って、おーっと左からハイキックを狙ってくる川田俊明、こちらは小島聡。さあ、剛腕継承小島聡、ご承知の通り過去3冠戦は2度挑戦しています。天竜源一郎、そして橋本真也、いずれも惜敗であります。金沢さん、よくことわざに3度目の正直という言葉がありますが、なんとかそれをね小島聡言ってやってほしいですけれどもね。そうですね、本当にね、全日本プロレスに戦場にしてから3年で3回目の挑戦ですよね。言ってみれば1年に1回、3度目の正直と同時に4度目はないという気持ちでやってほしいんですよね。その4度目はない小島聡、まさにここはもう崖っぷちに追いやられている小島聡。さあ、その谷底から這い上がってくることができるか、小島聡、若干息上がっているのか、逆水平に待ってくる川田俊明、エルボーを落としました。さあ、ここは川田俊明がじっと相手を見やりまして、右方向からエルボーを落としてまいります。蹴り技。さあ、この川田俊明のステフキックを小島聡は受けている。さあ、コーナー、赤コーナー付近であります。髪をつかまれ、そして上体起き上がってくるか小島聡。スタミナが温存しています小島聡、逆水平、相手を切ってくる、逆水平に待ってまいります。しかし川田のエルボー、今10分を経過しました。3冠ヘビー級選手権試合は60分一本勝負、逆水平です。赤コーナーでもって今度は逆に川田俊明が背をトップコーナー、赤コーナーにつけている、送り込まれる、走り込んでくる小島聡、そしてここはまだ行くのが少し早かった小島聡であります。ジャンプして肘を落としてまいります小島聡。さあ、ここで飛んでくるのか、しかし川田がカウンターのキック、アウト。さあ、小島聡がフェンスにバックボーンの辺りを打ちつけられてしまいました。川田俊明のとにかく切り技はもう強烈であります。長野さん、川田俊明がですね、その対戦する前、小島聡に対してですね、あいつはまだまだだとかですね、いろんなことを言っておりましたけれども、小島聡ですから川田俊明の方は勇猛果敢にね挑んでいってほしいんですが、そうですね。で、川田の場合シングル戦じゃなくて本当に思って言ってるでしょうから、それをやっぱり小島はね見返さないといけないんですよ。金沢さん、はい、金沢さんはもう小島がその新日本プロレス時代からですね、ずっとこのね、ご覧になっていらっしゃったわけなんですけれども、はい、全日本プロレスでこの2月で丸3年、はい、ご覧になっていかがですか。全日本プロレス北投手の小島というのはね、はい、非常に輝いてましたよね。はい、ある意味ね、全日本プロレスの明るいというね、はい、そういう雰囲気に一番ふさわしかったのは小島かなという気がしたんですけどもね、小島の唯一のやっぱり弱点であったのは、はい、3本のベルトを巻くイメージが湧いてこなかったことなんですよね。チャンピオンカニオンも確かに取った、最強タッグも2度取った、しかし彼が3本のベルトを巻く姿、全日本プロレスを背負う姿というのがどうしてもイメージできなかったわけですよ。だから彼のね、してる弱点というのもそこだと思うんですよね。お前にこの3本のベルトが背負えるのかということでしょうね。ですから川田のものすごく嫌な視線、こう嫌な言葉というのはね、僕はこれ本音だと思いますよね。とにかく川田俊明には小島聡、いろいろと言われてきましたが、場内でもってパワーボム叩きつけられてしまいました小島聡。小島の表情をリプレイしましょう。いやいやいや、しかし川田俊明、長野さん、確か日本武道館でね、前に川田俊明、武藤敬司が3冠をつけましたよね。どうしてもこのパワーボムで取りたかった、ボン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 打ち込んできた川田俊明、やっぱり今日もこのボムで持って捉えたいというのがあるんでしょうか。ただね、今の場外のボムはね、今、金沢君が言っていたね、小島に対する視線と同じ技ですよ。そのえげつなさが出てますよね、川田はね。で、振り返ってみると、まあこの小島もそうですけど、かつて川田は小橋健太というのも絶対に認めなかったんですよ、その企画で来る人間をね。はい、だから企画プラス何かが川田の中には必要だというのがあるのかどうかわからないですけども、なんかそんなの今ふっと思い出しましたよね。そうですか。そのあたりは金沢さんは今のその場外でのボムからのね、川田の表情とかどうご覧になりました。それは感じますよね。ただ僕は本当にね、この1、2週間、小島の挑発を避けていた川田がね、真正面からやり合う姿を見たときに、もしかしたら小島3本のベルトが似合う男になったのかなという気もしてるんですよ。それをね、川田が試合の中でどう感じるかでしょうね。小島が川田からさまざまな言葉をかけられました。そして答えた言葉の中にこんなことがありました。おい川田、てめえ俺はいつまでも3番目じゃないんだよという宮本さんです。そうですね、まああとはね、小島というのは良くも悪くもファンを喜ばせなきゃいけない、いい試合、感動できる試合というのを言ってきましたよね。で川田っていうのは本当にね、デビューしてから先輩との距離があって、勝てない男で目指せ一生っていう横断幕が出たぐらいの勝負にこだわってた男なんですよ。そこからするとやっぱり三冠王者として小島はふさわしいのかというのは川田の中に芽生えたかもしれないですよ。当たりはどうなるか。小島聡、逆片襟固め取られています。さあここでもって逆片襟固め、後方を反ります。反ってくる。さあこうなってくると小島聡、サードロープ運命の命綱に手がかかるかどうか。この角度はちょっと辛いぞ小島聡。寄ってって今サードロープエスケープになりました小島聡。とにかく三冠のベルトが一番似合う男と言われております川田俊明。その川田俊明から三冠のベルトを奪取することができるか。15分を経過しました。スティフキック。さあ小島聡、取り返すことができるか。エルボーでもって川田俊明、右方向からエルボーを受けているが、しかし川田が今度はエルボー、小島ふらついた。エルボーに待ってまいります小島聡。煮込んでいってからのエルボーが欲しいところ。川田が受けるショートエルボー、左からエルボーに回りました。小島はそれを受けてダウン。金沢さん、あそこから小島がもっともっとこう踏み込んでいってからのエルボーをね、放つシーン見たかったんですが。そうですね、とにかくね、小島ね、相手から目をそらさないでね、しっかり相手を見てほしいですよね。そうですね、串刺しハイキック川田俊明。さあ小島はリングの中央、そしてうわっやったー、抑え込んでいってカウント。ツーカウント、そして2月に開花させるか梅の花ストレッチクラブ、山の手代々木の町に、さあここで梅の花が開花するかどうかストレッチクラブ。まだ川田は右方向を絞らない、ここで絞った。さあストレッチクラブ、そしてもう1回来るぞストレッチクラブ。三冠戦ではドンフライからこのストレッチクラブでギブアップ、さらにはそうですね、はい、ここで肩のため入っています川田俊明。さあ川田がまた後方押し落とします。川田俊明が力を倍化する。小島聡苦しい、肩のためを食らっている。2月13日博多のリング上では肩のためを小島が川田に放ったんですが、さあそのまま肩入りがため2カウント。さあ大量の汗を流し三冠のベルトをその手にすることができるか。エルボーからローリングでエルボー、小島聡、さあ川田の後方、そしてここで持って落ちこち勝った。勝利への道というものを自らこじ開けてくるのか小島聡。しかしカバーにはいけない。さあ小島聡、勝利へ向かって画量転生か。小島聡、ここで決めるかどうか、抑えて、ここは返されてしまいました。発殺自在の攻め小島聡、川田俊明がそれに応じてまいります。ここまでの戦いの道のりというものは臥薪嘗胆でありました。小島聡、川田俊明から延髄を食らってしまった。さあここでチャンピオンが優位にこの試合を運んでくるのか。バックを取りました。しかしトップロープを握りこの技をエスケープすることができました。しかし2位を左から担ってくる川田俊明、バックドロップ、これは大佐野さん、小島はもうまだまだ晩酌は尽きてないと思うんですけどね。そうですね、まあ、途中でねタイガードライバーを出したりとかね、はい、あのエルボーなんかちょっとねミサーのエッセンス加えてましたよね、ああいうものがまだ出るということはね、まだ小島大丈夫ですよね、はい、さあロープの反動を利用してくるかどうかラリアット。しかし小島ここでリングほぼ中央でもって身構える。川田俊明がラリアット、それを切り払った。剛腕がうなるか。さあこれでもって垂直落下でくる小島聡。さあ小島聡、ここで間髪入れずに抑え込めるか。かぶさったホールドか。今のね、はい、あの垂直落下もちょっと53歳気味ですよね。そうですね、とにかく天竜源一郎とも大阪のマットでぶつかりました。当時天竜が持っていた3つのベルト、それには手を伸ばすことはできませんでした。小島聡、さあゴーンうなる前に延髄ゴールだったラリアット、この決まったカウンター、ラリアット相打ち、ラリアット相打ち、ラリアット相打ち、ラリアット、集中させて挑む、まさに健闘一点か。小島はうつ伏せ、一方川田、息上げて今天を仰いでいます。片え目ツーカウント、そして連携の肩がためてくる。さあ小島聡、シリーズの開幕戦後楽園マットで見せた。さあその変形の方々そこから脱出することができるか。川田俊明、チャンピオンが悲鳴を上げている。サードロープが近くなってくる。さあどうか、ここでもってサードロープに届くか。まだ届かない、まだ届かない。川田俊明、さあ小島聡がここでしっかりと右腕ロック。今、いやいや、このロープは足を乗せただけということで、今のワダレフリーの判断、これはもう正確な判断です。これでエスケープブレイクになります。ロープブレイク。さあ小島聡、リング中央、そしてチャンピオンも起き上がって、エルボーを至近距離から打ち込んでまいりますが、鎌田、右の肩がちょっと今痛めたか。小島聡、ここで CCD 狙ってくるか。 CCD、 さあ抑え込んでくる。小島聡、 CCD からさあ変形固めため。金沢さん、小島もこの技で仕留めたいのか、あるいは剛腕ラリアットで投げ倒したいのか。そうですね、力技でタップというのはなかなか時間が経過すると難しいと思うんですが、川田選手、右肩ダメージ受けてますよね。ということではかなり有効ですよね。先ほどね、自らエルボーを打って、さらにちょっと肩にダメージあったみたいですからね。川田俊明、サードロープはどうか。まだ遠い。サードロープがまだ遠い。エスケープできない。どうか小島聡、さあ絞ってくるか。抑えた。ホール。2カウントで返しました。チャンピオン川田俊明、劣勢か。さあ川田俊明、そして小島聡、小島の脳裏に浮かぶもの、それは3つのベルトを手にしたその瞬間か。さあ健康一滴打ち込めるか。それをジャンピングハイキックで返します。川田俊明、小島、このチャンスを逃してしまうのか。抑え込まれてカウントは2カウント。苦しい道のりを経てここまでやってきた小島、これで終焉か。デンジャラスキック。ジャンピングハイキック。小島が後方をふらついた。バックを取ります。バックドロップ。鎌田が右肩を振ります。いよいよ三冠王者、目の前の敵を葬り去るのか。小島は葬られてしまうのか。腰を落とします。さあ一発スティフキックを担っておいた。そしてパワーボム、右に行って国立代々木競技場第2体育館、大観衆が両者に大きな声援を送っています。しかし場内からは小島コール、そして川田コール、双方の声援が交錯します。リング上、小島聡、ラリアット、ラリアット、ホールした、抑えて、ワンデー。歴史が変わりました。全日本プロレスの歴史が変わった。そして新三冠王者となった小島聡、見事な勝利です。焼き100年の炎、そして目の前の王者をなぎ倒しました。そして川田千秋、3冠連続防衛新記録 T11 はここでストップしました。川田千秋敗れたり、そして新チャンピオンは小島聡。川田が寄っていきます。白熱の攻防戦を展開いたしました。この両者、そして今、川田千秋から新チャンピオンへ3つのベルトが手渡されました。小島泣いています。小島泣いています。やっと手にしたこの3つのベルト、そして前王者となった川田千秋から今、小島聡の腰にベルトが巻かれます。苦しかった道のり、やっとここまでたどり着けました。そしてこれから川田千秋、このリングを去ります。第33代新三冠ヘビー級王者ローマン継承小島聡、そして天山空司がじっと視線を送っています。いよいよプロレス史上初の IWGP と三冠ヘビー級選手権試合が新日本プロレスのマットで4日のち、両国国技館のマットで行われます。しかし小島聡、川田千秋を破り、やっとの思いでこのベルトを手にしました。27分4秒、ラリアットからの片襟固め、小島聡が川田千秋を破りました。どうもありがとうございました。みたいなプロレスラーに出会えて本当によかった。ありがとうございます。まだまだ半人前のチャンピオンですけど、よろしくお願いします。どうもありがとうございました。天山広義がフェンスをまたいで、そしてリングに上がります。新日本プロレス天山広義、今熱戦を終えたばかりのこの戦場へ入りました。おいコジ、やっとチャンピオンになれたな。おめでとう。まあでも4日後にはそのベルト俺の腰に巻かれるからね。俺とコージ、お前のすべて、俺のすべてぶつけようやないかい。 IWGP は絶対負けへんからな、覚悟しとけよ。今、天山広義、マイクでコメントを発し、そしてこれからこのリングを去ろうというところ、そして小島がマイクを取りました。お前なんかにな、この靴をお前なんかに分かってたまるか、バカ野郎お前。この両者がプロレス史上初 IWGP、 そして三冠 B 級統一選手権4日打ち、両国国技館のマットでぶつかります。さあ小島聡、今日のこの笑顔を、両国で目の前の敵天山を破り、また両国のマットでこの笑顔を浮かべることができるのか。応援継承小島聡。まあ今日は、小島に、まあ、乾杯しました。気持ちいいって言ったらおかしいけど、負けて気持ちいいっていうのは本当それが一番おかしいんだと思うけど、小島に伝えてきたことだからそれは、小島、そういうふうに言ってた小島に、自分の気持ちが伝わったっていうのは、そういう意味では悔しい反面、小島でよかったかなと。まあ今の全日本で、まあ、小島ぐらいしか、まあ、他に全日本をこう背負って立つというか、自分で俺は全日本だっていう、自覚があるやつっていうかのは他にね見渡したらいないんで。まあ、ある意味ベルトを取ったからにはもう、それなりの自覚を持って三冠チャンピオンとして頑張っていってもらいたいと思うし、まあ、時期を置いてまたなんかあんまり、まあ、だらしないようであればいつでも取り返せる気力体力はまだあるつもりでいるんで。まあ僕自身もまだまだ頑張りたいと思います。何が嬉しかったかって、川田さんが最後に俺に握手してくれた。あの人に認められるために俺はプロレスラーやってるんじゃないけど、違うけど、あの人に認められることがこんなに嬉しいことかとは思わなかったです。決して年齢も若くないし、キャリアだってもう俺15年目です。若手とは言えないキャリアで、若手とは言えない年齢で、今こうやってプロレス人生の中で一番嬉しい時間にこうやって立ち会えたこと、本当に幸せだと思ってます。俺も子供の時ずっとプロレスファンでした。小学校の時プロレスラーになりたいって卒業アルバムに書きました。そして21世紀になったらチャンピオンベルト取りたいと、そう記しました。それが今日こんな形で実現できて、本当に心から嬉しく思ってます。ありがとうございました。じゃあ小島聡の三冠初ダッシュを祝って乾杯、おめでとうということで、小島聡選手が見事、新三冠ヘビー級チャンピオンとなりました。もうこの試合ですね、僕はちょっともう涙なしでは見られないわけです。もう本当に小島聡というレスラーを僕はもう新日本も辞めるぐらいからですね、プロレス知らないながらも天狗寺っていう存在だけなんかしてたんですね。そこからもうずっと小島聡という存在を応援し続けてきたわけですけども、全日本プロレスの顔川田俊明をも下し、見事に川田超えと、さらに三冠ヘビー級王座まで手に入れました。もう試合はですね、もうほぼ川田俊明選手がもう圧倒していたようなそんな試合だったかなというふうに思います。もうそれがね、もう今となってはもう一発一発がもうお前に全日本プロレスを託したというような、もうカードは好評だったなというふうに思います。そして最後にですね、小島聡選手の長いやつを計5発食らい切って最後に3カウントを喫してしまいました。その後なんといってもですね、小島選手にベルトを手渡すシーン、もうあれがですね、もうプロレス界にとっても新たなもう歴史の1ページになったんではないでしょうか。さらに川田俊明選手はこの試合の翌月無所属を宣言いたしました。一応形上はずっと無所属という形をとっていたようですけども、このタイミングで改めて無所属という形を世間に提示したということになります。まあそれはですね、やっぱりこの小島聡という新たな選手の台頭が見られたから、ようやくこの身を下ろせるというか、新たな時代を小島聡という人間に託した、そういうことだったのかなというふうに思います。はい、来週の試合ですね、 YouTube で皆さんからコメントをいただいた中でいいね50つけばやりましょうということで、その翌日にはまさかクリアしてしまったこちらの試合です。2001年10月27日日本武道館で行われた川田俊明選手対冬木康道選手の一戦です。この日のメインはですね、武藤敬司対長野正弘ということで、全日本プロレスの歴史上初めて外敵日本人レスラー同士による三冠ヘビー級王座戦が行われたわけですが、この日のセミでこの全日本プロレス対 WAR という形でこの試合が行われました。煽り V からたっぷりこの内容が詰まった一戦ですので、ぜひ来週までね、お楽しみにお待ちいただければなと思います。今週はここまでです。それではまた次週お会いしましょう。さよなら。